コルヘア報告は、ナチスドイツ支配下のヨーロッパにおける、ホロコーストの進捗に関する全16ページの報告書である。1943年1月に、新英隊統計局の主任検査官で専門の統計学者であるリヒャルト・コルヘア博士により、ヨーロッパユダヤ人問題の最終的解決というタイトルでハインリヒ・ヒムラーに提出された。コルヘアはヒムラーから移植を受けて、 1937年から1942年12月までの間にヨーロッパのユダヤ人が400万人減少したと見積もった。報告書の9ページには1939年10月から1942年12月31日までの間にポーランド総督府の収容所で127万4000人。 バルテラント帝国大管区の収容所で14万5千人のユダヤ人が処理されたとある。バルバロッサ作戦により、ドイツ軍が侵攻した地域からのソビエトロシア系、ユダヤ人の減少については、統計データが不足していたため報告書には含まれなかった。全 SS 部隊から受け取った、いわゆる、すでに避難したユダヤ人に関する報告を国家法案本部で要約したが、 要約版ではヒトラーに提出することを意図したヒムラーの要望で特別措置の語が削除され、コルヘアにより処理されたと書き換えられた。16ページにわたる報告書の初版は1943年3月23日に提出された。続いてヒムラーの要求により6ページ半にまとめた要約版が1943年3月31日に出されている。 報告書はドイツやオーストリア、そしてヨーロッパに残っているユダヤ人の数、強制収容所に収容されたユダヤ人、1933年以降に自然死したユダヤ人の数、そして東方に逃避したユダヤ人の数を詳細にまとめていた。ヒムラーは完全版を極秘資料として受け取り、要約版では特別措置を処理に書き換えさせた。報告では、 1937年から1942年12月までにヨーロッパユダヤ人の数が400万人減少したと計算されていた。コルヘアはこの減少は移民や中央及び西欧におけるユダヤ人の超過死亡、あるいは特に人口の多い東方での逃避によるものであり、これは進行中であると考えられると説明している。コルヘアはさらに以下の説明を付記している。 東方占領地におけるソビートロシア圏ユダヤ人の死亡については一部しか記録されていないこと。さらに、ヨーロッパ・ロシアの他地域や最前線での死亡は全く含まれていないことに注意すべきである。さらに、我々には計り知れないロシア国内のアジア地域へのユダヤ人の移住の動きも存在する。ドイツの影響下にないヨーロッパ諸国からのユダヤ人の移動も 大部分は未知である。全体としてヨーロッパのユダヤ人は1933年以降、つまりドイツの国家社会主義政権における最初の10年間で人口のほぼ半分を失ったはずである。コルヘアはホロコーストについては一切知らなかったとし、1945年の戦線崩壊後の絶滅措置についてしか聞いたことがない、と述べた。 1977年7月にドイツ紙デアシュピーゲルに送った手紙の中でコルヘアはヒムラーの命令で報告書を書いたことはないとし次のように述べた100万人以上のユダヤ人がポーランド総督府とバルテラント帝国大管区の収容所における特別措置によって死亡したことに私が言及したというのは正確ではない私はこの文脈において 死んだという語が用いられていることに強く抗議する。私がルチャに電話をかけて、その意味を尋ねることになった語は、まさしく、特別措置という言葉であった。私は、それは、ユダヤ人らを、ルブリン地区に移住させることだと聞かされていた。ABCD リチャード・コルヘア、ダイ・エンドロ・サング・デル・オイロペーアション・ジュジン・フラジ、デア・インスペクター・フュア・スタチスティック・バイム・ライヒス・フアラー、SS。 ベルリン、1943 NS, ive, Man, Chris Webb, The Richard、NS、アーカイブ、デイン・ジャーマン、クリス・ウェッブ、ザ・リチャード・コルヘア・レポート。HOLOCAUSTRESEARCHPROJECT.org、ホロコースト・エデュケーションアーカイブ・リサーチチーム、Team, 2014年3月16日、閲覧。フリートランダー、ソウル、チャプター7。 マーチ1943オクトーバー1943ナチ・ジャーマニーザ・ジューズザ・イヤーズ・オブ・エクスターミネーション1939から1945 pq https エレナウド・トコム w w ナチ・ジャーマニーザ・ジューズ q php ハット・リチャード・コルヘアアン・ワイ・サング・ヒムラ・アン・コルヘアデア・ライヒス・ファラー SS、 フェルド・コマンド・ステーラ10.41943エルンスト・クレイパーソナン・リグ・ジコン・ツームドリッテン・ライヒオクチュアリ・ジャーット・アウスガーブ・フランクフルト M2005S331AB ・ M S AB、デア・スピーゲル・デア・シュピーグルナンバー3125ジュリ 1977S12 ありがとうございます